ブラックサマーウィークエンドのユニフォームを身にまとってのゲームになりました。ロッテの先発が大島、一方楽天の先発が滝中で始まるというゲームです。まずは立ち上がり、ここは牽制、小深田が引っかかってタッチアウトになります。そして2アウトランナーなしから浅村は空振りの三振です。まあ、立ち上がりは非常に落ち着いているように見えましたよね。はい、まあ、牽制も良、ね、かったですね。はい、そうですよね。その裏です。先頭の荻野レフトへのヒット、そして藤原逆方向レフト線へのツーベースヒット、1、2番コンビがチャンスを演出、ノーアウトランナー2塁3塁というチャンスを生み出します。そして3番状態が上がってきた中村、三遊間を破っていきます。ここは八幡さん3連打でしたね。はい、もうあっという間に2点入ったって感じですよね。はい、中村翔吾はタッチアウトになります。ただ2点を先制した今日のロッテです。ゲームは2回です。ランナー1人を置いてバッターボックスにはディクソン、ストレートでした。明日以降もディクソンは要注意ですね。はい、状態は、ね、悪くないですからね。はい、これで2対2同点となります。ゲームは3回に入ります。ここはワンアウトランナー2塁1塁というピンチを迎えた大島、4番の島内、右中間を破っていく2点タイムリーツーベースヒット。ここはインコース行ったんですけどね。はい、1球来ただけのインコースのまっすぐを一発でもう仕留められましたよね。はい、そうですね。ただ流れが傾きつつある中で藤原恭太の豪快な一発、まあこれで八島さん流れ戻ってきましたね。はい、まだこの時点ではね1点ビハインドですけども、はい、もうそういう雰囲気になったホームなんですよね。4対3とします。その後ランナー満塁として安田1、2塁間、ここは銀次がうまくさばきます。判定はアウト、その間にランナー帰ってきて4対4の同点。なおもワンアウトランナー2塁3塁、今日お立ち台に上がった福田周平、今シーズン初ヒットが2点タイムリーツーベースヒットになりました。6対4、千葉ロッテマリーンズが前に出ました。井口監督も拍手で讃えた福田周平の一本でした。そしてゲームは5回です。先頭の浅村が見逃しを三振、ワンアウトランナー一塁となってバッターボックスは岡島、ここはいいボールでしたね。ナイスボールですよね。今のボールがねうまく使えるようになるとねもっと楽ですけどね。はい、そして銀次をセカンドゴロに打ち取って、今日先発の小島が勝ち投手の権利を得たという5回のピッチングでした。ゲームは後半の6回です。このイニングは東、代打田中、ストレートを振り抜いてのライトへのソロホームラン、6対5、まあ、これで分からなくなってきましたね。まあ、この、ね、流れではちょっとなっていう感じのホームランでしたから ね、はい、そうですね。ただその流れを断ち切ったのがキャプテンのバットでした。三塁線を破っていくタイムリーヒット、荻野が帰ってきて7点目、7対5、リードは2点差と広がります。そしてゲームは8回です。8回のマウンドには佐々木千早です。先頭のディクソン空振りの三振、まあランナーを出しても非常に八島さん落ち着いてましたね。はい、もう全然もう表情も変えずに、はい、もう自分のピッチングをねしっかりとするっていうところだけですからね。ゲームは8回の裏、内間が楽天マウンドに上がっていました。ランナーを2人を置いて、ここもタイムリーヒットが生まれます。レフト線タイムリーヒット、荻野が帰ってきて3点差8対5、いよいよゲームは最終回です。守護神の増田がマウンドに上がりました。ツーアウトからこの一発、まあ、それが甘いボールには見えなかったんですが、はい、少しコースが甘く入ったというだけですよね。はい、浅村のソロホームランで8対62点差、最後の楽天4番島内をレフトフライに打ち取ってゲームセット。
昨日に続いて勝利したという千葉ロッテマリーンズでした。今シーズンドドマリンで994勝を挙げたということになりました。まあ、昨日に続いて2桁安打ということになりましたが、打線の状態はここの2試合見て7月の状態は